何は金太郎です。いつもありがとうございます。今回はあの懐かしいテレサテンさんについてお話しさせていただきます。テレサテンは台湾出身の歌手で1970年代から1990年代にかけて日本、タイ、マレーシアなども含めたアジアにおいて広く人気を博したその業績から生前から没後もアジアの歌姫と呼ばれていました。1995年5月8日に亡くなって今年で29年になります。 1995年5月8日、テレサ・テンさんはタイのチェンマイに滞在中に喘息の発作を起こし、急成しました。彼女は長年にわたり、喘息に苦しんでおり、発作が原因で命を落としたとされています。彼女の死は多くのファンにとって衝撃的な出来事でした。彼女の死についてはいくつかの陰謀論や暗殺説が浮上しましたが、公式には確認されていません。 これらの説は彼女の人気と影響力の大きさから生まれたものかもしれません。テレサテンさんの遺体は台湾に戻され、金宝山に埋葬されました。彼女の墓は現在も多くのファンが訪れる場所となっており、彼女の音楽とその影響力は今もなお多くの人々に愛され続けています。このテレサテンも昭和の歌謡曲の黄金時代だった。1970年代から1990年代にかけて日本の昭和を彩った歌手で、 日本で広く人気を博したその業績から、生前から没後もアジアの歌姫と呼ばれています。日本ではどちらかというと演歌歌手のイメージが強いが、実際はかなり幅広いジャンルの歌を歌っており、台湾や香港などで出されたアルバムには演歌やムード歌謡に加えて、台湾民謡や英語のポップス、日本語ポップスのカバー曲なども多数含まれている。 1980年代後半以降のテレサは演歌ムード歌謡というよりも J-POP よりでアスカや桑田圭介、サードの坂井泉らの曲も歌っているため必ずしも演歌歌詞とは言えない部分が多かった。さて、そんなテレサテンはどんな理由でなぜ死んだのでしょうかテレサテンさんは全速発作で亡くなっています。テレサテンは西洋のために時々訪れていたタイチェンマイの名瓶ホテルで 1995年5月8日、機関士全息の発作のため、42歳の若さで死去した。テレサテンが現在も生きていれば70歳になります。私の懐かしい曲には、空港、償い、愛人、などのヒットで一躍スターダムに登り詰めた。2曲目の空港が大ヒットとなり、第16回日本レコード大賞新人賞を獲得した。 テレサテンは1953年1月29日に台湾で生まれ、彼女の音楽の才能は幼少期から注目され、10歳の時にラジオ局主催の歌唱コンテストで優勝し、14歳でプロ歌手としてデビューしました。1973年、香港での成功を受けて日本に進出し、1974年に 今夜かしら明日かしらで日本デビューを果たしましたが、最初は全然売れなくてあまり成功しませんでした。しかし、演歌、洋曲路線に転向し、1974年の空港が大ヒットとなり、日本でもトップスターの仲間入りを果たしました。作詞は山上道夫、作曲は猪俣交渉でした。その後、1979年にパスポート問題で日本から国外退去処分を受けましたが、1984年に 再来日が許可され、償いで再デビューし、この曲も空港に次ぐ大ヒットを記録しました。テレサテンの歌声は、今でも多くの人々に愛され続けています。テレサテンは、台湾出身の歌手で、1970年代から1990年代にかけて、日本をはじめ、アジアにおいて、広く人気を博したその業績から、アジアの歌姫と呼ばれています。 テレサ店の生い立ちを調べてみました。父親は軍人で、三人の兄と弟一人という、男兄弟に囲まれて育った。テレサ自身、軍隊への遺問活動を熱心に行っていたこともあり、軍人の恋人というニックネームでも有名でした。少女スターとして、7歳、10歳の時、ラジオ局主催の歌唱コンテストで優勝。 天才少女として注目を集め、14歳の時にプロ歌手としてデビューする。16歳の時、主演映画が制作され、女優デビューを果たす。その後、シンガポールやタイ、マレーシアでも人気に火がつき、18歳で、香港でもレコードをリリース、アジアのトップスターとなる。1973年、香港で日本の父さんと呼ばれる、船木みのるさん。アジアでのテレサ展の人気に目をつけ、足しげく台湾や、香港に通って、テレサと両親を説得。 当時勤めていた日本ポリドールとの契約を実現させる。1974年21歳の時に日本での歌手活動を開始する。すでにアジアのスターだった彼女はアイドル歌謡曲路線の今夜かしら明日かしらにより、なり物入りで日本デビューを果たすが、売れ行きは思わしくなく、不発に終わった。 そこで演歌歌謡曲路線に転向したところ、日本でのデビュー2作目となる空港が大ヒットして、第16回日本レコード大賞新人賞を獲得して、日本でもトップスターの仲間入りを果たし、歌手活動も軌道に乗った。また、テレサテンの音楽はアジア全域で非常に影響力がありました。彼女の歌声は柔らかく、感情豊かで多くの人々の心に響きました。彼女の音楽の特徴と代表的な曲についての詳細です。 音楽の特徴は、テレサテンは中国語、日本語、英語、インドネシア語など複数の言語で歌いました。これにより、彼女の音楽は広範な地域で愛されました。また、彼女の歌はしばしば愛、別れ、教習などのテーマを扱い、深い感情を表現しています。日本では演歌とポップスを融合させたスタイルで多くのヒット曲を生み出しました。その中で代表的な曲には償いがあります。 1984年にリリースされたこの曲は彼女の再デビュー曲であり大ヒットしました。この曲はお酒の席でカラオケで歌われる人気の曲でした。愛と後悔をテーマにした歌詞が特徴。時の流れに身を任せは1986年にリリースされ彼女の代表曲の一つとなりました。美しいメロディーと感動的な歌詞が多くの人々に愛されています。そして忘れられないのが空港。 1974年にリリースされ、日本での彼女の初の大ヒット曲です。この曲で、彼女は日本の音楽シーンに、確固たる地位を築きました。テレサテンの音楽は、彼女の死後、今でも多くのアーティストに影響を与え続けています。彼女の曲はカバーされ、映画やドラマでも使用されることが多いです。また、彼女の歌声は、今でも多くの人々に愛され、カラオケでも人気の曲が多いです。 テレサテンの人生は音楽と共に歩んだ感動的な物語です。幼少期とデビューは1953年1月29日台湾で生まれる。彼女の家族は中国本土からの移民で彼女は5人兄弟の末っ子でした。幼い頃から歌の才能を発揮し地元のラジオ局の歌唱コンテストで優勝しました。14歳でデビュー。1967年に正式にプロ歌手としてデビューし台湾や香港で人気を博しました。 また、日本での成功については、1974年、空港が大ヒットし、日本でもトップスターの仲間入りを果たしました。また、テレサテンの音楽は、今でも多くの人々に愛され続けて、彼女の曲はカバーされ、映画やドラマでも使用されることが多いです。テレサの歌声とスタイルは、アジアの音楽シーンに大きな影響を与え、多くのアーティストにインスピレーションを与えました。テレサテンの人生は、音楽と共に歩んだ、感動的な物語です。 彼女の音楽や人生についてもっと調べてみました。テレサテンは家族や友人を非常に大切にしていました。彼女の家族は彼女のキャリアを支え、特に母親との絆が深かったと言われています。母親は彼女の音楽活動を常にサポートし、彼女の成功を見守っていました。そんなテレサテンは母親と非常に親密な関係を持っていました。母親は彼女の音楽キャリアの初期から支え続け、 彼女の成功を共に喜びました。5人兄弟の末っ子であり、兄弟たちとも良好な関係を保っていて、家族全体が彼女の成功を誇りに思っていた。音楽業界の友人などについては、テレサテンは多くの音楽業界の友人を持っており、彼らとの交流を楽しんでいました。彼女の優れた人柄とプロフェッショナリズムは多くの人々に愛されました。 プライベートでも多くの友人を持ち、彼らとの時間を大切にしていた人でした。友人たちは彼女の優しさと温かさを称賛していました。最後までお付き合いいただき、ありがとうございました。また、皆様の思い出の話や感想などお聞かせください。本日は、ありがとうございました。